硫黄は、ヒ素の硫化鉱物である。意識とも呼ばれる。化学素性、アズニエス3、アキラ系、単写症系、比重、3.5、モースコード、2。中世頃までは、黄色顔料として広く利用されていた。各地に産するが毒性があり、その供給に限りがあるため、今日では帰り見られない。純度の高いものは、輝きのある、咲いたレモン色を呈する。 普通には、投稿色、硬褐色を呈する。古賀にあっては、荒粒で用いられ、現在でも豊かな黄色を保っている。しばしば、近い関係にある、景観石を含んでいる。古代ローマ時代のプリニウスやウィトルウィウスが、言及している古典時代から使用された顔料であり、応援が発明されるまでは、黄色の顔料として絵画に利用されていた。キアーノのバッカスとアリアドネなどに、 印象的な使われ方を見ることができる。毒性のために現在ではほとんど利用されていないが、竜王色という言葉として残っている。中医学では下毒剤や抗炎症剤として利用されているが、警官医師との混同が見受けられ、好物としてどちらであるかは定かではない。なお、中国語では警官医師を竜王、日本語でいう竜王をメスキという。 有王の毒性はヒ素によるものだが、ヒ素単体よりも水溶性が高いため、劇物とは言われないが人体に対する毒性は強く、毒物として法令で指定されている。保護環境と手袋を使い、また粉塵を吸い込まないようマスクをするなどして、塊でも粉体でも人体に直接に触れることのないように取り扱う。保存には専用の容器を用意し、 また飲食をする場所に持ち込むべきではない。容器外に飛散したり、環境中に放出されることは現に防ぐべきである。文部省学術奨励審議会学術、用語文化審議会編、学術用語集最高や金額編日本工業会、1954年。文部省編、学術用語集知学編日本学術振興会、1984年。 ISBN4 から818184012。ルーカスプレスターズ、バッカスアリアドニー、ナショナルギャラリーテクニカルブレティン、ボリューム2、P25 から47中の P41 地学、団体研究会地学辞典編集委員会編、地学辞典増補改定版平凡者、1981年、ISBN4 から582115012。 毒物及び劇物取締法別表第1条23ありがとうございます。